アグリッパ二世は、なお、マルクス・ユリウス・アグリッパという古代、ユダヤの領主。父は、アグリッパ一世。ベレニケとデュルシュラの二人の妹がいた。ローマ帝国と親密な関係を維持して、ローマ派遣の総督と共に、ユダヤを統治した。首都行伝では、アグリッパ王と呼ばれている。アグリッパ二世は、ヘロデ大王の彦に当たるが、第一次ユダヤ戦争の際、 ローマ軍と同盟して、ヘロデ大王が造営したエルサレム神殿を破壊したことが知られている。なぜなら、アグリッパ二世の地には、敵対するハスモナサとヘロデ朝の地が混じり合っているからである。祖,祖父は、ハスモナサを蹂躙して乗っ取った、ヘロデ大王、その日であるヒーババは、ハスモナサの王女マリアムネ一世。そして祖父が、 ヘロデ大王によって処刑された、ヘロデ大王の王子アリストブロス4世、その日が、ヘロデ大王の妹、サロメの娘ベロニカ。そしてその二人の間に生まれたのが父アグリッパ一世で、ある。アグリッパ2世は、クラウディウス帝の宮廷で育った。叔父のヘロデ2世の死によって48年に、エルサレム神殿の監督職を引き継ぐが、クラウディウス帝の引き立てで、 カルキスの四文法領主となる。後にカルキスの代わりにフィリポとリュサニアスの総督領主となる。ユダヤ戦争時には後に皇帝になるウェスパシャヌスを2000人の兵を対応して支援している。その意味でユダヤ教徒ではあっても彼は完全なローマ人であったと言えよう。100年頃トライアヌステ地下のローマで死去した。ヘロデ大王に始まる。 ヘロデ王朝に連なる最後の支配者となった。新約聖書の首都行伝25章26章によると、アグリッパ2世は妹のベレニケと共に総督フェストスをカイサリアに訪問したとき、囚われのみであったパウロの話を聞く機会を持ち、その言葉に感銘を受けたという。これは59年頃の出来事だと考えられている。一方で、アグリッパが常に、 ベレニケを帯同していたことは、ユダヤ人たちに、近親相関の疑いを常に抱かせることになった。さらにその妹ドゥルシラは、総督フェリクスの妻であった。ありがとうございます。